はよう、はよう、フェリーのチェックインをしていきましょう。うん、できた。どうしたらいいんだろう。ダッシュボードに置いてください。で、4番に行くのか。うん、さあ乗りますよ。乗ります。着きましたね。ちょっと天気が悪いな、雨だな。うん、仕方ないから、とりあえず稚内を目指します。568キロ。あ、こっちから行くの。こっちから行きたいな俺ね。そっちの方がいいね。ニセコ通って小樽通って、うん、そうしよう。うん、どういう予定で行こうかな。とりあえず稚内と網走と知床と、とりあえず全部行きたいんだよな。まあいいか、あんま考えてないんだ。3、4週間ぐらいしか考えてないから、うん、適当だね。あら、天気が悪い。おかしいね。とりあえずお昼ご飯食べに行こうか。うん、あ、寿司食べに行ってもいいけどな。せっかくだから、うん、しげちゃん寿司にしよう。おー、いいね。ね、さあ、もう着くんじゃない、ここ、うん、中島連敗かな。そうだね、そうだよね、うんうん、確かにここら辺の通り。ひげちゃん寿司、はい。自分を主張してるわけじゃないんですか、ね、皆さん写真撮るから。そう、どちらからですか。長野県。長野県からです。新幹線かな、そうそう。あ、いや、車で行きます。あ、フェリー、フェリーで。リーで青森からフェリーで行きます。ね、これまた、よくここにたどり着きました。ここは似てますね、ここら辺と、あとなんか似てますね。ゆっくりやって。美味しそう。お疲れ様です。おいしい。おいしい。おいしい。ありがとうございます。いか、うん、いいね、うん、おいしい。
これだいか、これだいか、美味しかったね。美味しかったね。やばい。あれでいくら？ 3,000？ 3,000 ちょっとだったよね。そうそうそう、すごいじゃん。500円弱くらい。そんな安い。ここだよね、中島連売。ちょっと見てか、面白いから。買いましたよ、いっぱい。買いましたね。買った買った。ウニとホタテ。ウニとホタテいきなりいきなり買っちゃいました。でもやっぱりね、ここ安いね、うん、安い。他よりだいぶ安い多分。では北上をしましょう。はい。その前にガソリン。やっぱ北海道はめちゃくちゃ安いからな。北海道安いのはさ、クローバーと岡本だよね。岡本だね、やっぱり、うん、だって120円台だね、軽油。安っ見て、176キロさっきの右だいらないじゃん、もはや。すごいね。さすがだね。すごいな。あとね、700m で、はい、左、今国道5号線を走ってるんだけど、うん、今ね、55キロぐらい、函館から、うん、うん、あっという間だったね。もう近いよ、そりゃ早いもん、流れが。でね、あと 450m で左に曲がって、温泉だね。そう、泥川温泉、違う、濁川温泉の、濁川温泉、濁り温泉みたいじゃん。ね、うん、濁川温泉の新栄館っていうところにちょっと行ってみようかと思って。ああ出てんじゃないこれ。あ、これこれこれ、濁川温泉。あ、濁川温泉、緑川温泉郷ってなってるんだ。ここを左、地熱の里だって。はい、左に曲がってください。濁、はい、の湯入り口、温泉だね。これは別、うん、書いてあるね、新栄館。あっちもあるよ、天湯。天湯っていうのだから、この辺いっぱいあるんだってよ。突き当たりのところだ。それだね、多分、うん、お、車が何台かいるじゃん。いるね、人気か。よし、新栄館。うわー、なんかすごい雰囲気じゃん。天然温泉。いやー、超気持ちよかった。気持ちよかったねー。すごかったよ、男の方。男というか、混浴の方。混浴の方でしょ？ 3 つ浴槽があってね、温度がちょっとずつこう、水路でね、温度変えてて、うん、もうなんか石質物がすごくて、うん、ね、匂いがちょっとオイルっぽかったんだよな。そうなんだ。緑っぽいよね、お湯がね。あ、そうそうそう。モール系かな？ちょっとわかんないな。あんま長野ではない泉質だった。そうだね。めちゃくちゃ良かった。では、今度こそは北に登ろう。ね、なんか北の方が天気が良さそうだから。あ、そうなんだ。もうとりあえず稚内を目指して今日は行けるところまで、うん、やっぱ札幌を越えたいな、今日中に。うーん、意外と近いからね、札幌なんか200キロぐらいだからさ。山に入っていくね。入ってきたね。くっちゃんまでがあと70キロぐらいかな、うん、もうちょっとあんのかな。お、ちょっと寝てしまったら晴れてるじゃん。そうなの。羊蹄山。わ、羊蹄山超見えてるじゃん。すげえ。これ黒松内かな、今蘭越かな。どこだろう。蘭越かな。あたりだよね。うん、ニセコまで20キロ。うんうん、うわあ、いいね。あっちの畑とね。畑の感じもいいね。うん。くっちゃんの町です。雨全く降ってない ね、濡れてないもんね、うん、北海道って感じ。北海道ね、この道初めて通るな。小樽市に入りました。小樽市だって、うん、山の中だけどね。え、こっからすごいんだけど、道がすごい道だね一気に下るんだ。一気に大きく180度のターンをね、ヘアピンを5、6回繰り返すみたい。徐行 100m 先、展望所寄ってみる。うん、いいね。
あっちの国は札幌の方かな。あっちが小樽だね。ね、降りてきました。お、石狩留萌ポロロンラインだな。うん。お、札幌市。札幌だ。いいじゃない。札幌の町は右側かな、じゃあ。そう、右前だね。うん。さあ、札幌抜けました。うん、なんだ目指すは。道の駅石狩。あと何キロぐらい？あとね、14キロ。あと10キロちょっとか。今日はそこまでだね。そうだね。もう7時だしね。うん。すごいね。もう最北感があるな。うん。根室とかあっちの方みたいな感じがあるじゃん。そうだね。札幌からめちゃくちゃ近いのにね。うん。おお、夕焼けが見えたじゃん、なんとか。ね。1日目の夕焼け。1日目の日の入り。すごいね、ここら辺。何ここ。景色がすごいね、マジで。ここちょっと緑が生えてきてね、綺麗だね。あと 400-500m かな、うん、なんかね、ここ朝市あるんだって。あ、朝市って書いてあった。そうそう、松田漁港の朝市。朝市、ね、明日行ってみようかな、早速、ね、土曜日の朝、やってるかな、土曜日。やってるかな。すごい眺めのいい道の駅か。道の駅だ。安全でいいじゃん、しかも。さあ、夕飯、函館の中島連売で買った。安かったね。ウニとホタテで、うん、ウニが1900円。うん、尻打ちさんだね。うんうん。それからホタテがこれで1300円。安いよね。すごいいっぱい入ってる。入ってるもんね。すごいよ。大きいしな。めちゃくちゃ大きい。しかも、うん、生だって。そうそうそう、冷凍してない生ですけど。すごいね。今日は丼でしたから。さすが中島連売。すごい厚さ、ね、すごいね、うん、もうあえて切らずにそのまま乗せちゃうの。あ、半分に切らずに。ほら、うん、いいね。全部食べれるね。食べれるかな。食べれるよね。食べれるよ、うん、で、ウニを乗せていきます。はい。ウニもすごい大きいよな。あ、よいしょ。すごいね。入っちゃってくださいよ。いや、美味しそうだね。いただきます。ウニから1日目。ウニから贅沢に、はい、よいしょよいしょ。あ、肝心のウニが。いただきます。うん、どう？美味しい。甘い。甘いし、とろけた。いいね。あ、最高。やっぱ全然違うね、ウニ。うん、最高だ。次はホタテ。ホタテすごいもんな。プリプリだもんな。うん、すごい歯応え。やっぱ違う。うん、全然違う。やっぱ違うんだよな、ウニとホタテって本当違うよね。うん、すごいわ。あの、もうシャキシャキする感じ。あ、おはよう。おはよう。今日は幸先いいよ。7時半。うん、いいね。ようやく早起きができるようになってきた。で、今日はまずすぐそこで朝市やってるらしいから、うん、朝市に行って朝ごはんがあったら買って、うんうんうん、食べてまた稚内を目指すと。はい。あちたの朝市っていうのがね、うん、朝7時から10時ぐらいまでやってるみたい。なんかここみんな曲がってったよね、今。そうだね。朝市駐車場。あ、すごいね。安いのが1000円。毎週違う。毎週が違う。
あ、カレー。あ、本当だ。いいな。すごいね。あんこも、あ、サコだ。サクランマス、ヤマメなの。ありがとうございます。ここがいっぱい。ありがとうございます。またお願いします。さあ、今日の戦利品たちです。どん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 売れていっちゃって、もうほぼ最後だったけど、これで760円だったかな。そうだね、60円。で、ここがニシンの醤油干しと、これがミシンのなんニシンの磨きニシンだよね。そう、磨きニシンのバラしたやつだよね。うん。朝ごはんにしましょう。絶景で。いや、うまそうじゃない。そうだね、最高。これでまだ半分だからね、うん、すごい。このニシンも美味しそう。ちょっと生っぽくて、そうそう、ね、うん、うまっ。美味しい、うん、甘い。あ、そう、いいね。最高だ、これ。いきなりすごいな。いきなりすごいじゃん。ベタなぎだね、しかし海が。ほんと。すごいじゃん。鏡みたいになってるもん。すごいな。このドライブロードは。トコタンだって。トコタン？シャコタンみたいな。ほんとだね。なんか、読み方が難しいよね。難しいね。あ、アイヌから来てんだろうな、多分。なんかこの先のさ、マシケっていう町のさ、うん、一角というか、なんか建物たちが北海道遺産になってるみたいだから、そこちょっと寄ってこっか。これとかもそうだよね。あ、すごいね、建物。いっぱいあるね、うん、へえ。ここら辺そうだね。あ、そうだね、うん、古いもんね、建物が。なんか見れる、見ることもできるみたい。お、お寿司屋さん混んでる。え、めちゃくちゃ混んでる。すげえ、並んでた。松倉。すごいよ。本物の船がさ、展示されてるよ。ニシン船？うん、すごいね。大量も大量だね。面白かったじゃん、マシケも。面白かった。ね、こんな古い建物のところが残ってるんだね。ねえ、な、北海道ではやっぱ珍しいんじゃない？歴史遺産って。うーん。前が留萌かな、多分。すごいよ、町ね。いやー、いいね。やっぱ北海道は景色が全然違うね。違うな。景色も違うし、海も綺麗だし。海がすごい綺麗だね、本当に。海鮮丼屋さんが3個4個あったね。あったね。めちゃくちゃ混んでるところが、うん、行きたいな。いいね、楽しそうだった。ちょっと開けてきた。サロベツ原野に近づいてきた。なんか牛の放牧があるね。あるね。あとね、950m で左。左。まあこの230にオロロンラインで行くよりね、海沿い行った方が気持ちよさそうだから、開拓濃度を、開拓濃度っていうの、うん、なんか行くの。
かな。うん、OK、いやーやばいね。サロベツ国立公園、いやー、ここはすごいな。絶景絶景だね。絶景だね、ほんとに。とんでもない絶景。すごいじゃん、ここ。すごい。最高の絶景だった。うん。うん、あ、すごい。一番上が見えてるね、山。おお、見えてるよ。すごいね、サロベツ。湿原だよね、これ、ね。湿原、サロベツ。原野かな、なんだろう、これ。すごいね。規模が違うね。うん、サロベツ原野だって。これはホロノビビジターセンターっていうのがあって、 あっただ展望台、展望台、そうそう、それそれ、あ、あれあれ、寄ってこう、うん、ホロノベビジターセンター、うん、あそこにさ、人がいっぱいいるの。遊歩道があるから。行ってみよう、次。なあ。面白そうじゃん。ああ、気持ちいいね。で、さっきいたのがあっち。あそこだね。ね、そうそう。利尻があって。利尻富士。すごいね。すごいよ。すごいね、本当に。下サロベツ原野。おお、すごい、これ咲いてるじゃん。ねえ、綺麗だね。すごいね。エゾ乾燥だね。6月から7月だ、うん、あ、ちょうどだね。あ、やっぱユリ科だってよ。ほら、いっぱい咲いてる。そういうことだね。うん、いいね。いやー、なんか紫のも咲いてるしね。うん、あー、綺麗だね。広々してていいな。
すごかったね。綺麗だったな。めちゃくちゃ綺麗だった。うん、右、うん。冬のさ、地吹雪用のシェルター、うん、これがないと本当に玉突き事故起こしちゃうんでしょ。うん、うん、何も見えなくなって。すごいもんね。うんうん、ここだけなんだ。出たら地獄じゃんじゃん。そうそうそう。ないよ。一応パーキングになってるから、ここで待機するんでしょ。なるほど。ひたすらまっすぐ。やばいな。左には利尻富士。見えてきたね、大きく。だいぶね。だいぶ大きいね。ハロベツ原野の方、ここ右です。ここに信号があるのはすごいけどな。ちもだだっ広いな。あ、なんかすごい大きな機械でやってる、やっぱり。あ、農業。本当だね。農業っていうのかな。違う。あれだ。草刈ってるんだ。うわあ、すげえ。これで刈ってんだ。すごい。すごいな、マジで。いやー、これはすごい。ザ、ああ、超鹿がいる。本当？そう。鹿がいっぱい。鹿だよね。鹿だね。熊じゃないよね。熊ではない。いいね、のどかでね。飼われてるみたいだね。鹿っていうのはどこにでもいるのかね。おお、いや、どこにでもっていうわけじゃないんだよ。なんか。ここら辺走ってたら鹿注意っていう看板がいっぱい出てきたから、ここら辺は多いっぽいよね。昨日の石狩とかあんまいなかったじゃん。あ、確かに、うん、看板もなかった。サロベツ原生会園、ここです。みんな吸い込まれるように研究した。そうでしょう。おー、綺麗なのがあるな。行ってみよう。こっちに展望台。ここからね、200メーターぐらいでね、あるみたい、展望デッキが。あ、本当だ。すごいよ。すごいね。この大平原よ。これさっきのとこから繋がってんのかな。そうでしょう。そりゃ。ずっと。うん。ね。そうそうそう。下サロベツとね。すげー、なにこれ。すごいね。やばいな、今のところ、うん、海と利尻富士と光がピカピカして、うん、綺麗だね。いやー、すごい。すごいね、なんか蜃気楼みたいになってるじゃん、ね、なにこれ。道が蜃気楼みたいになってるよね。そうだもん。すごいじゃんこれ。全部さ、ほら、ひつめの跡。そうだね。鹿だね。鹿が怒るんだね。いっぱいね、ほら。本当だ。海岸に下なんてなんか変な感綺麗だね。綺麗だね。すごいよね。
あー、すごかったぜ。綺麗だね。あー、すごい。綺麗だね。で、あ、稚内に向かうね。はい。やばい、鹿注意道路だこれ。そうだよ、結構いるよ。さっきから人の足跡いっぱいあったじゃん。いや、右にいたよ今も。そこにも、あ、それは悪そうだよね。いっぱいいるじゃん、コロッピキ。本当だ、おいっぱいいる。やばいな、よく見ていかないと。うん、あ、ちょっと風景が変わってきたよ。丘陵地というか。本当だ、この上の方がさ、稚内の右の宗谷の方はさ、うんうん、宗谷丘陵とかいう、ちょっとこう、なんていう独特の独特な丘な感じのところがあるんだけど。あ、そうなんだ、うん、このサロベツをサロベツ原野越えたらちょっとこう丘っぽくなっていくのかな。ちょっと違うもんね。まあそうだね、うん、なんとなくなんか平べったいところから盛り上がってるところに来たっていう感じ、ね、鹿がピュッとほんと出てきてるな。海にいる。いるね。お、こっち来たぞ。いっぱいいるな、マジで。危ないぞ。ねえ、お昼間より出てきたよね、絶対。ああ、かもね。うん、まあ、お昼間、あ、まあ、あっちいなかったもんな。うん、あ、いる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 。危ない。ぶつかる、ぶつかる。びっくりした。超出てきてた。危ないなぁ。やべえな。お、見えてきたじゃん。あ、見えてきた。あれは、あれだね、ノシャップ岬だね。ノサップじゃなくて、ノシャップ。ノシャップ、うん、ノサップは根室じゃん、うん、ノシャップは稚内の左の、でも最北端じゃないね。最北端は宗谷の方だから、うん、ちょっとこう、なんていうんだろう、北海道倒れてるから、うんうんうん、なんかここ右だって言うんだけど、ここ、どこ？ここ、ここか。もう突き当たりか、これ前海だ、うん、多分。本当だな。綺麗だな。ねえ、すごい。なんか夕焼けがすごい長いね。長いね、うん、もう8時だぜ、うん、8時の夕焼けって何よって感じだよ ね、 ねえ、すごいな。日が長いやん。長いよ。街になってきた。あ、もう街の中だもん。だってもうこれ稚内の街中だよ。結構お街だわ。でかいな、うん、いいね。根室みたいだね、うん。So sweet, I need it more.